アメリカから出たこれリポート。アメリカから出たよ、はい、はい。日本についてちょっと垣間見れる。ちょっと外から見た感じで。はい、でね、結論、日本人はやっぱもう世の中に世界で最もうんざりしてる国民だということが判明したということで。どういうことですか。エデルマンっていう会社がありまして、エデルマン、これエデルマンさんっていう人がいるんですけど、はい、その人が、まあ、お父さんがもともとすましく有名な方で、いわゆる世の中で PR っていうのがこう、うん、概念を作ったような、まあ、それに近いような人ですよね。で、まあ、昔からもちろんあるんですけど、それをこうビジネスとしてやっている人で、うん、そこで会社を作って、うん、その息子さんが今引き継いでいらっしゃって、うん、PR 会社やってるんですよね。でそれが、ね、毎年世界の人たちが何に信頼を置いてるかっていうバロメーターの研究結果、はいはい、調査結果をやるというのを毎年出すんですよ、はい、でこの会社ね、あのエデルマンって会社すごいですよ。世界60都市に、はい、本部を置いてるの、本部というか支部を置いてるので、はい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 、で社員が6000人いる。でそれが世界28カ国の3万2000人を対象にして、はい、調査をやったと。これがエデルマン トラストバロメーターっていうやつ。これがこの間ダボスがあったんで、はい、ダボス会議でこれを発表すると。ほで発表したんです、はい、でこれは世界中の人たちが何に信頼を置いていて何に進化を持ってるかっていうのをいろんな角度から調査したんです。で当然国ごとなんで、はい、まあ、日本も当然入ってるわけですよ ね、 なるほどね。これね、いろんな調査があるんですよ順番に、はい、でその中でこれまず一つ目ですね、はい、でまずこれ分かりやすいですね、はい、私の家族と私が5年後、はい、今のよりもいい生活をしてるかどうかっていうのをいろんな国の人に聞いた、はい、でランキング作りました、はいはいはい、一番いいのは、一番いいのはケニアの方。 80% の人が自分の家族と自分は5年後いい生活になってる伸びしろしかねえってやつ。もちろんそれも大事ですよね、はい、でもで、まあ、見るとですね、最下位ずっと見ててください皆さん。おお、日本ですよ。本当だ、 9% しかいないんですって。へえ、これやばいですよね。5年後自分の生活が良くなると思ってる人は 9% しかいないと。はあ、他の国と比べたら、まあ、フランスとかも低いですけど、まあ、先進国が総じて低いんですけど、はい、ダントツですよ日本。まあね、先進国はでもある程度もう、まあまあまあ、してるからっていうことはあるんでしょう、ね、あるんでしょうけど、それをしてもですよ、最下位ですか。最下位ですよ。なるほど。これはまあちょっとまたこれはまた側面、別の側面ですけど、まあ、今皆さん何を心配してますかっつって、個人的に心配してること、生活においてってことですよね。でまずまあ大体ほとんどこれはもうあの全ての国を平均したものなんで、はい、世界的な人たちのまあ感覚ってことですね、はい、まあ、やっぱ仕事を失うの嫌だなって、私は 89%、はい、あとインフレ、これ僕意外なと、インフレやっぱ70%、まあ、物価が上がったりするの嫌だなっていう、最近の情勢を反映してるってことなんですね。そうですよね、去年1年の調査ってことになるので、はい、でまあやっぱりその気候変動とか、気候変動、はい、あと核戦争なんてのもあるけど、7割の人しか知らないですからね。この調査っていうのは基本的に企業、うん、ビジネスですね、うん、あと NGO、うん、あと政府、うん、メディア、うん、この4つを、うん、その国に住む人たちがどんだけ信頼しているのかっていうのが、はい、まあ、メインな調査なんですよ、うん、なるほど。でこれによると日本ひどいですよねっていうのは、まずビジネスに信頼してるっていう人は、はい、まあ、かなり低くて 47%、 これ低いんですか。日本人の低い方なんですよ。 NGO に関しては、あ、いわゆるそういう、まあ、非営利団体とかそういうものに関する信頼感っていうのは日本って 38%、 これかなり低いですよね。で政府に対する、信頼度って 30%、 うん、で、メディアに対する信頼度も 34% 企業に対する信頼度、うん、はい、っていうところですね。国民がどれくらい信頼を持ってるか、うん、まあ、一番企業に対して信頼を持っているのは意外なことに中国という、まあまあせ、まあ、これはねもう一体してますから、国と企業が、ね、官民全部一緒になってますので、はい、まあまあそれはそうでしょうねと。で実際はそうですよ、民間に勤めてる人もいるし、公務員的な準公務員的な人たちもいっぱいいるでしょうから、うん、家族が一緒とか、うん、ってことなんで、まあ、信頼高いです。だからシンガポールとかもおそらく高いはずなんですよね、シンガポールとかも結構高めですよね、60何%。そう、日本47、さっき47って言いましたけど、これ、うん、そうですね、かなり低いんですよ世界的に見ても。ブービーですか。ブービーなんですよ。で一番ダメ下なのは韓国まあ韓国はね、やっぱ例えばこういうのってやっぱ汚職とか、あ、なるほど、骨とか、はいはいはい、こういうのがあるとやっぱ信頼が下がりますよね、動画にも、ね、企業の後振る舞いとか、はい、っていうことも含めてですけど、うん、でじゃあ NGO どうですかっていう、まあ、非営利団体、はい、日本いっぱいありますよね、はい、いろいろこれで、まあ、いろんな甘い、ね、資料吸ってるやつもいるって言いますけど、はい、ここもやっぱ中国、やっぱね、共産権なんとなく似てますね、うん、さっきのと似てますよね、うん、結局ですね、はい、日本最下位です。最下位です、また、うん、
まあまあ、NGO に対しても信頼度は世界で最低です。はい、はい、で次政府に対する信頼度なんですけど、はいはい、これまあ中国が 89%、 そりゃそうですよね、言わざるを得ないってことなんですか。殺されちゃう、そうです、逮捕されちゃう、調査してるこの会社も変なこと言えないんじゃないかと思うんですけど、ね、そうです、ここが低いとね、まあそんなことも捕まっちゃう、そうだからやっぱ強権的な国多いですよね。上位はほぼ変わってないですよね、そうやって見るとやっぱ強い国が強いとこですね。シンガポールだって一党独裁ですから、はい、ずっとシンガポールだってあれですよ、僕住んでましたからあれですけど、皆さん投票選挙行くんですけど、はい、誰が誰に投票したのかバレてるとみんな思ってるんで。そうなんですよ、だから与党や入れれないって言うんですよ、公務員の人とか。なんでバレるんですか。バレるかどうか分かんないですよ、みんなビビってるんですよ、それぐらい。あの誰に入れたのか絶対見られてるから、野党には入れられませんと。これはもう公務員の方とかみんなそうやって言ってますからね、はい、でこれでもやっぱ日本、はい、33%、はいはいはい、まあ、政府の岸田さんの支持率見てもそうですけど、はい、まあ、やっぱこれも月から3番目と、はい、うん、サウスアフリカかアルゼンチン、ここまで見たら大体そうだろうなって気がしてきました、してきましたよね、はい、メディア、メディア来ました、メディア、はい、大好きですメディア。大好きでも中国のメディアに対する信頼感が高いんですよね、これ。じゃ他ないからないんですよね、他の情報入ってこないから。そう、この辺全部そうですよね、やっぱり。やっぱりそうなんです、同じような名前が並んでますね。やっぱ権威主義のところもありますね、多分タイとかもそうですけど、ちょっとこう権威主義とかありますね。そうですね、はいはい、だからそういうところにはこう頭が並ぶがあるんでしょうけど、やっぱり日本34%、はいはいはい、低いですね。まあ日本よりも北韓国が低いのは、はい、なんとか分かりますけど、こういうことになっちゃってるんですよ日本。これでね、また戻ります、はい、高所得者と低所得者が、はい、先ほど 見た企業を NGO 政府メディアに対する信頼度を平均してみて、うんうんうん、富裕層と低所得者層は、はい、その平均を見ると国ごとにどうなってるか順位が、うん、っていうことですね、はい、だからさっきの4つのものを平均してガッチンコして、はいはいはい、であのこの低所得者層と2つに分けてみて、どっちがどれぐらい信頼してるかと、この4つを、はい、っていうのでランキングしました、はいはい、したらやっぱり日本はもうね、高所得者層でも 48%、うんうん、で低所得者だと 29%、うん、まあ、それはまあ分からなくはないですね、はい、だとっていうことになってまして、はい、ここでも最低ラインに来てるということでね、うん、なるほど、はい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 、でまだねもう一個いいですか言って、はい、今いろんな国出てますけど、はい、そのうちで、最も分断が進んでる、あ、はい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 、国、はい、1位アルゼンチン、なんか分かりますよね、アルゼンチン、アメリカ、コロンビア、はい、まあ、やっぱちょっとあんまりその右左っていう政権変わっていくところですよね、うん、でアメリカ、はい、分かります、ドランプ、はいはい、分断やってますよね。でここ日本が入ってるんですよ、これこれもね、非常にあの二極化する分断が非常に深刻な状態になる一歩手前っていう国の中に日本が入ってるんですよ。ってことはそんな実感ない、ね、自分たちは実感ないですよね、うん、ただ実は結構分断してるんじゃないかって、これはだから国政府に対する支持率とかってことも関与してくる、関与してくると思うんですよね。だからまあ、今の保守的な、まあ、うん、方がいいのか、でも、いや、でもねどっちも低いってどう分かんないですよ、ね、そうそうそうなんですけど、分断なんですかこれ、どっちも低いって。いやだからまあでも少なくとも彼らの分析によると、はい、やっぱりかなり、なるほど、二極化する、はいはい、非常に近いところにいるんじゃないかと。でもフランスとかはないで、フランスとかかなりね二極化してます、分断してますけれどもっていう、だからヨーロッパなんかの極度は出てくる、はいはい、そんなにね、もしかしたら感じにもしかしたらこれからなっていく可能性もありますよと、うん、いうことなんですよ。なるほど、でね、これですね、ちょっと続きは次回いきたいと思います、はい。